MacBook Pro を購入しようかと思って、その決断をしております。ここ見えるかな、ちょっとね、今見えるかどうかわかんないですけど、ちょっと拡大して見れればいいです。MacBook Pro の、スペースブラックですね、824,800円というえらい金額の、Mac を買おうと今しております。でスペックがですね、はいどうも、 2.1 流の天の宮雪風です。今回はですね、超緊急に動画を回しております。というのもですね、いつもの生活感丸出しのお部屋に今いるんですけど、まあ、ちょっとライトつけたり、こう背景こうあれしてみたりね、あれやこれやそれやってるわけですけど、ですね、なぜかというとですね、ちょっと一回ですね、その大きな決断を今しようとしてるんですね。でこれはどういうことかということをちょっと皆さんと共有できたらなと思っております。ですね、まあ我々はですね、バンドマンですので、あのいろいろとね、あの音楽やったり、まあこうやって動画を作ったりいろいろとしてるわけですけど、さすがにね、ちょっとね、何年も使ってると、まあいろいろとね、ガタが来てしまいまして、我々的にはね、いろいろと手間がかからないようにできたいなと常々思ってるわけなんですね。でまあそういうことで、今回はちょっとそういう動画になっていくと思います。ちょっと皆さんに見ていただきたいものがあります。というわけでですね、何をしようかと言いますと、今ですね、 MacBook Pro を購入しようかと思って、その決断をしております。ここ見えるかな、ちょっとね、今見えるかどうかわかんないですけど、ちょっと拡大して見れればいいです。MacBook Pro のフェイスブラックですね、824,800円というえらい金額の、Mac を買おうと今しております。でスペックがですね、16コア CPU、 40コア GPU、 16コア、ナチュラルジン、搭載 Apple M3 Max チップ、64ユニハイドメモリー、 4TB ストレージ、16インチのディスプレイで、電源アダプターがあって、なんかサンダーボルト4ポートのんちゃらかんちゃらで CDX のカード、これ使ったことがありません。ヘッドホンジャックがあって、マジックサーフ3ポート HID バックライトのんちゃらかんちゃら、アクセサリーキット、シルカボケーって感じでね、これをね、購入しようと思ってるんですけど、まあ見ての通りですね、これもね、 iMac なんですよ、これもね。でこのこいつの具がですね、もうね、カテリナなんですよね、カテリナなんですよ。でちょっとこれわざとこっちに寄せてるのは、まあどうせモザイクかけっかいっか、10.15.7 ってことで、まあいろいろと不具合が出てきてるんですね。例えばプレミアプロとかが新しくアップデートしたら動かなくなっちゃったとか、いろいろとあるんですね。まあそういう、実はこれカスタムしてあってですね、まあ メモリがね、8ギガ4枚の32ギガで、でこの DDR3 っていうなんか入って、まあ、古いらしいんですけど、ストレージとかがこれね、実は 2TB とか入ってたりして、あれなんですね、結構優れもんになったんですけど、それを半分も使わないうちにちょっとね、おだぶつになっちゃなりそうなんで、あれします。購入することしました。でまあこっちもね、MacBook Pro なんですけど、これはあのバンドで使ってた、ひなげ主体の方だったらご存知の MacBook なんですね。ライブでも使ってたやつなんですね。これも、父は2015年ぐらいに買って、こっちはその翌年ぐらいに買ったやつなんですね。で、こっちもまあまあスペックが高いんですけど、まあもう、やっぱり、使い勝手が悪くなり始めたんで、ちょっと、我的には、物足りないなと思ったんで、買い替えようかなと思ってます。しかし、これも確か買った時40万ぐらいしたんだと思うんですけどね。確かね。でも824,800円ってね、やばいよね、これね。で、合計で831,380円。で、金利 0%、36,559円。よし、行くか。パスワードで続けると。じゃ、この辺はちょっとカットでね。いや、配送を希望しますね。で、在庫があり、配送できます。サンダーボルト3、USB-C から、サンダーボルト2アダプターへ。まあ、これは、もし MacBook Pro が来た時に、この子から新しい MacBook Pro に、なんだっけ、データを全部移すつもりでいるわけですね。で、まあ、そんな感じでやりますね。お届け予定日が4月15日から19日。配送先住所に進むと。携帯版どうすればいいのか、こっちは名前変えていいのかな。今現在ですね、83万1380円、なんですけど、85万8099円入っております。行くぜ、適用。よしよしよし
4月スペ16インチスペースブラックでカウント残高払い、お支払い本日の支払い合計ゼロで3、2、1、ドン。はい、皆様こちっちゃいましたちょっと待って、これどうする。80万なんて、1台のパソコンに80万なんて使ったことねえよマジで。ちょっと待って、これどうしよっか。ですね、まあいろいろと、まあ必要な道具は多分いっぱいあると思うんですけど、さすがにちょっと今一気に買うと何が必要で何がいらないかっていうのは分かんないんで、このあとですね、4月、現在が4月の何日、今日6日か、6日、そう6日だから約1週10日後ぐらいですねに着く予定ということで期待しております。というわけで皆様10日後またレビューします。ちょっと待っててね。はいはい、というわけでね、今回またね、秘密基地に来てお送りしたいと思います。届きましたね。で4月のね6日に発注して、19日に届きました。まあ多分なんかいろいろと、まあそれはいろいろとあるんだろうけど、ちょっと開けてきたいと思います。いや初めてだよね、こういう形で Mac を買うって。あれ、あ、じゃあここでこんな感じでベリベリっていくんだね。よいしょ。いや、あ、こっちなんだ。へえ。ほうほう、こんな感じで入ってんだね、16インチ。はい、じゃあちょっとこれね、よしと。じゃあちょっとあれだね、比較っていうかさ、あれしないといけねえからさ、ちょっと一応。はい、というわけでね、早速開けていきたいと思います。これぶっちゃけ83万円、多分我史上パソコンの中で一番高いやつだと思いますね、これ。もともとほら Windows ユーザーだったんだけど、その時にもうここ20年ぐらい、なんつうの、まあ何でもぶっ潰してね来ましたけど、これはちょっとね初な、これ単体で80万、まあ今までの総額を考えたらもう100万なんてとうに超えてるんですけど、この単体80万はまずない。今回ね、まあじゃあ前回言ったかもしれないけど、その前回というか過去の自分が言ったかもしれないけど、MacBook Pro 買うか、Mac Pro か、かかったら、なんか、まあ、とある有名な YouTuber さんがね、比較してたんですよ。その方は、MacBook Pro も持ってるし、Mac Pro も持ってる方なんだ、だったんで、で、どっちが性能がいいかっていうのを比較してたのを見て、こっちの方が全然いいってことで、多分その人が持ってるやつよりハイスペックです。多分。まあ、ちょっと開けてみましょう。ね。にょーっと。これいいよね。ちょっとこういうのね。オシャンティーだよね。じゃん。こんな感じ。あ、これちょっと反対側になっちゃうけどね。ちょっとこれかな。で、よっ。お。あ。MacBook だ。MacBook Pro だ。ちょっとこういう時ってさ、嬉しいけど、なんかね、ちょっとね、もったいない感があるよね。いつまでもこの状態でいたい。おお、ちょっと、あれですね。いいよね、この色ね。なんか、黒。我のこっちの、ああ、やばい。こっちは入ってるのは本体と、充電ケーブルと、これ多分電源ケーブルと思うんですね。で、この下に、黄金じゃない。あれは入って何もなさそうだ。はい。で、これは何だろうね。これちょっと嬉しいんだよね。いつもね、ほら、iTunes カード買った時とかさ、こういうステッカーあるじゃん。ちょっと嬉しいよね。こういう。なんか書いてあるけど、ようこそ MacBook Pro。まあ、いつものことですね。はい。これだけ？嘘。なんか厚い板が入ってるんだけど、嘘だろ。ここの部分、ちょっと軽くしようぜ。まあいいや。OKOKOK。箱はちょっとあれなんで、置いといて。というわけで、まぁ、ちょっとね、開けてみて、お、また紙が貼ってある。お、何？
電源入れてねえのよ、勝手に上がった、立ち上がった。マジかよ、すごい。あれ画面きめっちゃ綺麗だし、このあれがフラットっていうのかな、開始設定はちょっと日本語、あそうだね、見た方がいいよね。よ、喋ったよ、 OK ね、日本語、エンター、リターン、ターンで、日本語で、あ、自分でやんないといけないのね。国民は日本でございます。優先する言語は日本語で、音声も日本語、はい、で、アクセシビリティ、何これ、機能を使えば個々の必要性に合わせ Mac を調整できます。Emax 機能をオンに設定し完了し、アクセシビリティって何？何？アクセシビリティ、ボイスオーバーをオンにする、あー、まあオンにしとく。ボイスオーバーオン設定、アシスタント、ウィンドウ、近く、がキーボードの操作対象になっています。現在、テキスト要素上にいます。いらない、ちょっと、ズーム機能、ズーム機能をオンにする。ああ、これは案外といいかもね。ちょっと続けてみますか。ホバーしたテキストの拡大をオン。ちょっとやっとくか、これは。邪魔くせえかな、案外と。選択項目、お土産いらない。カーソルのサイズはまあ、これぐらいかな。で、いっかな。いや、これでいっか。透明度、続ける。まあでも、コントラスト続ける。ダーク、ライト、自動。ダークの画面内容、カラーが選択されます。まあ、ライトでいいや。視差効果を減らす。はい、というわけでね、今回ね、パソコン音痴のおじさんが、もう宝の持ち腐れぐらいのパソコン、ハイスペックパソコンを購入したというレビューになります。まあ、この後に、でかいモニターとか、あとは、なんだろう、モニターとハブっていうのも買わないといけないんですよ。これ、特に、この、MacBook Pro は、サンダーボルトの端子が3つしかないので、とにかく、我々いろんな、MIDI キーボードとかいろんなのをつなげちゃうんで、それを対応できるハブとか、もうそれも有名 YouTuber さんのレビュー見てるんで、ちょっとそれをいいなと思うんで、それをちょっと購入してみたいと思います。まあそうですね。まあ、それは、後のことはね、ちょっと音楽作ってきますんで、その結果をちょっと聞いていただけたらと思います。はい、というわけでね、今回はね、こういう、なんか、83万のパソコンを買っちゃったっていうね、何がしたいんだろう、何がしたいか、音楽作りたいんだけど、音楽と動画をつけたいってだけの話だから、まあこれもね、何回、何年かにかけて元を取りゃいいやと思ってるんで、はい、なんかたどたどしくなるんで、これこういうのあんまりやったことないから、やったことないし、あんまり詳しくないんで、ただなんでかハイスペックが欲しいかっていうと、まあ基本的に我々は作ることに長けてるとは言わないけど、作ることだけしかできないんで、途中途中でなんかフリーズしたり、なんかその不具合が出たりすると、ちょっとすぐは対応できないんで、もうすごい何日間か悩みながら対応してるんでね、まあそういうのが新しいやつだと、やっぱり最新だとやっぱりそれが少ないと思ってるんで、まあ、そんな感じでやっていきます。はい、はい、じゃあ、長々とね、ちょっとね、ダラダラとおしゃべりしちゃって申し訳ございません。はい、これからもね、未定地の天使ナンマンチャンネルはですね、我が面白いと思った動画をね、どんどん発信していきますんでね、よかったらチャンネル登録とね、高評価ぜひよろしくお願いします。はい、というわけでね、未定地の天の海ゆきかぜでした。お疲れ様です。